どうも、キスミです。こちらはゼンマイアヒルのおもちゃです。はい、これ何かと言いますと、見てください。ここに何やら変なゼンマイみたいなのがついてますよね。これをひねると後ろの足部分がこのように上下運動をするというおもちゃです。まあ遊び方としては、これをお風呂とかに持って行って、浴槽でこうやって回転させると、ウィーンってこのアヒルが前進するというおもちゃですね。で、このアヒルで遊んでる時に一つ思いつきました。このアヒルは一体どこまでこのバタ足を速くすることができるのかと、めちゃくちゃ気になったんですよね。気になったら止まりません。ということで、早速このアヒルがどれだけ速くバタ足するのか改造してみたいと思います。よろしくお願いします。はい、では一体何をするかというと、はい、もう見てください、これ。はい、これが先ほどのアヒルですね。で、アヒルのここには、ゼンマイがついています。このゼンマイに 3D プリンターで変換器を作って、ここにこれをカポッとはめ込みます。はめ込んだら、次はこっち側へね。こっち側はこれ、インパクトドライバーですよ。高速回転するインパクトドライバーをはめ込むと。つまりこのインパクトドライバーのスイッチを押すと、ここが回転して、これが回転して、ゼンマイがぐるるるって回転して、このね、アヒルのさっきの足がもうとんでもない速度でパーってさ、上下に運動するはずなんですよ。でも問題はこの部分がほら、捕まるとこがないというかさ、回転できないよね、インパクトドライバーで。だからここはこのパーツとこの変換器は接着剤で接合していこうと思います。それでは早速やっていきましょう。それでは早速作っていきましょう。まあ簡単ですね。先ほどのゼンマイ部分をノギスという計測器で測って、それに従って作っていくだけです。印刷プレビューです。31分かかります。あ、これちょっとサポートと土台をつけないようにも設計できたのを今気づきましたじゃあ印刷していこっか。できた。ということで完成しました。変換パーツです。うわ、今さ拡大してみたけども、俺のって冬やからもうボロボロなっとるわ。これちょっとなんかスキンケアの案件くださいそれではまずサポートと土台がついていますので、ペリっていきます。どけ。はい、できました。これが変換パーツになります。で、今回この穴なんですけど、まあ、ここじゃわからんかな、これじゃちょっとわかりづらいと思いますけど、中に入るにつれて狭まっているんで、アロンアルファをべったりつければうまく合体することができるはずです。では、アロンアルファなしで一回はめてみましょう。うん、ちょちょっと待って、え、めっちゃいい感じにはまっちゃった。これアロンアルファいらんわ、すげえ。はい、見てください、こんな感じですね。このように変換器がぴったりとはまりました。どうですかこれ、ほらめっちゃほらやりやすく回転するようになりましたね。一番心配したところがさ、もう余裕でクリアしちゃったからさ、もうこのまま次行きます。はい、それではキスミコレクションからこのインパクトドライバーくんと、あとこれやね、こいつを使います。それではインパクトドライバー側の準備をしていきましょう。はい、準備完了。それではこのアヒルくんのここにこのインパクトドライバーを差し込みます。うえー、ぴったり。それではまずですね、このゼンマイをちょっと速いスピードで巻いていきましょう。いきます、スイッチオン。おおおおお、違う違う違うあのですね、こいつを持った状態で、ほら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 、いいですね。このマシンのおかげでめちゃくちゃ早くゼンマイを巻くことができます。だからゼンマイが全然さ、うまく巻けないよお父さんっていう子供たちには、もうこういうものを用意してあげたら、おい任しとけ、あいっちゃがりーって、ほら早っ、めっちゃ早く巻ける。これ超便利じゃない？もうさ、顔が虚無なんよ。それではもうちょっと巻いてみましょうか、早く。やべ、巻きすぎた。おー、見てこのスピード。バリクソ早い。はい、ではそろそろ本題に移りましょうか。それでは本題に移りましょう。こっち方向、これ。この方向に回転させると、要はもうほら、すぐ足が動くんですよ。なので、インパクトドライバーで、この足をバタバタさせると、どれぐらいの速度になるのか、やっていきたいと思います。それでは、いきます！まずは、ゆっくり。うぅ！
ゆっくりやな、めっちゃ早い。これゆっくりゆっくりゆっくりこれ。え？あ？壊れた。あおいお前、お前どこで泳ぎどんねんお前おい、それお前猫のお前水んとこや。くそ、もうびしゃびしゃなったやんけ。はい、ちょっと引き続いてもう一回いきましょう。それではいきます。ではもうゆっくりやったんで壊れたら嫌やし、高速回転させていきます。それではいきます。高速回転スタート。あれこれね、歩いて以上行くと壊れますね。ほら、これ以上行くと回らんなる。まあ早いけど、ちょっと俺が求めてた速度ではなかったですね。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。今回はこのゼンマイ式のアヒルがどれぐらいこのバタ足を速くすることができるのかという検証動画でした。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。じゃ、またねー。